どのお知らせをしております。ナイロンの、いろいろな情報をお知らせしております。お心当たりのある方は、総合案内所までお越しください。繰り返しご案内いたします。中央グラウンドトイレ付近で、黒色の財布を取得しております。Thank you.
航空自衛隊において将来有望なパイロットを育てるために日々教育訓練に励んでおります。芦屋基地では山口県にある大沖田基地と静岡県にある木津浜基地を卒業したパイロット学生が訓練に励みます。大沖田基地および木津浜基地においてプロペラ機による基本的な操縦訓練を終了し、芦屋基地において初めて学生はジェット機に搭乗することができます。最初はプロペラ機とジェット機の性能の違いに困惑しますが、教育に長けた教官が本節丁寧に指導することにより、わずか約半年の期間、パイロット学生にジェット機操縦の基礎的な知識と技術を身につけさせることができます。卒業した学生は将来、航空の要である戦闘機パイロットや、人命を救助するスペシャリストである救難機パイロットを目指し、次なるステップへと育っていきます。続いて、芦屋基地において使用している T4 について紹介したいと思います。T4 は主に航空自衛隊のパイロットの教育や健康政策等に使われています。また、航空自衛隊の広報活動で活躍しているあのブルーインパルスにも模擬が使用されています。初飛行は今から約36年前の昭和60年7月であり、塗装は芦屋基地で導入する際に上空でもより見やすい紅白の素材を採用しています。もともとは灰色のみの塗装でありました。大きさは全長13メートル、全幅 9.9メートル、全高 4.5 メートルあります。最大速度は560ノット、マッハ 1.15、 約1350メートルになります。つまり1秒で330メートル進む計算で、芦屋から博多まで約1分40秒、鹿児島まで約12分で到達する速度となります。練習機といってもとても高性能な機体であることがお分かりいただけるかと思います。以上、T4についての紹介でした。皆様、会場正面やや左手をご覧ください。8機の T4 が着陸形態によりゆっくりとした速度で進入してまいります。筑豊は明治時代から約1世紀の間、全国産出量の約半分に及ぶ石炭を産出し続けた日本最大の産電地帯です。その名誉ある実績を称え、背景はダイヤモンドの形をイメージしております。
てタオルを、エプロン着けてエビクリアファイルを、ベビーフラッシュの2コースを習得しております。お心当たりのある方は会場中央総合案内所までお越しください。
Thank you.
Thank you.
まいました。
始まりです。